ありがとうございます。それでは今ブルース・ドランカーズがぐしゃぐしゃにしたところをきれいに整理してくださるかと、上田志郎さんご紹介します。ご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、上田さんは普段はギターではなくて、綿棒を持ってうどんを打ってる方です。上里にですね、知る人ぞ知るんですけど、少年屋っていう、うどん屋さんがあります。今日ね、ソロの T シャツを着てる人が何人かいるんですけど、その人のね、袖に多分少年屋って入ってますよね。そうですよね、はい、入ってますよね。はい、富里市戸倉にある少年屋といううどん屋さんのマスターです。機会がありましたらぜひ皆さん、残念宣伝メイク申し訳ないけど欲しい、ぜひね、行っていただければと思います。カレーうどんはマジで辛い。ありがとうございます。カレーうどんはマジで辛いです。死にます。これこれよろしくお願いします。じゃあ、上田志郎さんにお願いしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。溢れ出す涙。
ありがとうございました。Cheers.